今ね、家からで、ね、出てきて下のやつに攻撃するためにさ、俺飯食ってる時にさ、俺はちょっとさ料理しとってさ戻ったったらさ、下のやつが怒ってさ、下のやつが俺の後に来るもんでさ、攻撃しとると思って、ドアバタンやってきてね、わざと。あれ一番危険にあるドアバタンってものすごい衝撃だもんで、それわざとやってきたもんで、俺と外出て買い物行くついでに、そしたらさ、玄関のさ、下の横のところにさ置いてあってさ、なんか酒がワンカップとか、俺マジビビってさ、俺なんかワンカップのゴミかと思ってさ、俺ゴミ捨て行くもんで、それをなんか捨てちゃいかんみたいにして、返却されたのか、また嫌がらせかよみたいな。人類そんなのばっかしかねえもんで、嫌がらせの争いっつって、でマジでね、あれちょっと申し訳ない、いやちょっとありがたいんだけど、別に俺いやこれはね、これはあの置いてきてもらった人にはかなりありがたいんだけど、実際はこれはこれで本当にありがとうございますって感じなんだけど、実際ね、先が4つぎしかも1個じゃなくて4つぐらいなんかいっぱい買ってパックのやつとか置いてあってさ、これはかなりねちょっと衝撃だった、いやこれ本当にありがたいんですけど、ただ俺よくコメンターとかリスナーからさ、小突きやるために動画してて、そりゃ別に俺はそういう人間じゃねえもんね、別に何そのものとか別にね、こんな頂戴したいっていうそういう意識はそんなないもんで、そういう体で業界やってはねえけど、ただビビったよ。ほんとワンカップとかさ、合計4本ぐらい置いてあってさ、ドアのすぐ下の隅に。で、これ、今から買い物行くもんで、俺、ドアバタンで、下のやつにリベンジするために俺出てやんね。俺、夜なんてもうめったに出んもんで、で、買い物をついでにすることがあったもん、ちょうどいいと思って。まあ、帰ったらさ、15秒のやつで、また撮るけど、それを。まあ、あれはね、まあでも、もらったからにはね、飲むことは飲むけどね、日本酒ってね、そんな、べらぼうに多い、日本酒って。なので、でも最近、まあ、やめてたんだけど、最近ちょっとね、若干始めて、一週間に一回ぐらい、そういう時を作って、その時に持ってって飲むかな。あれを捨てるわけにはいかんもんで、俺そういう無駄とか絶対せんもんで、究極さ、たまにマックとかさ、田んぼとかにさ、中身入ったまま捨ててある時あるやん。俺あれ拾ってくぐらいだもんね。なんで一応持ってっけどさ、ちょっとね、すげえビビった、マジで。あれ衝撃的だったね、本当に。もうね、本当にありがとうございますって感じなんだけど。まあ、別にその動画のね、意識としてはそれ目的ではまあやってないんだけど。でもあれはね、衝撃的だった。